ね、そもそも。あー、これボス戦っぽい。間違いないだろう。あいつを倒すのや。ここに残る。これ雪女めじゃないのこれ。ジャンプ。アップね。アップね。あー、ついた。いやもう、あれもういないか。よし、じゃあ前回の次からもう早速この真上にいるのよ、あれ一旦木綿が。あれは一回カラスで、まあもう一旦木綿はね簡単だから。ケケ、あそこ嫌だった。一旦もめのやつね。あいつはこっちを気にしていない。あとは動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。こっから、あ、ミスった。ああ、はい。いや、簡単だっつっといてミスってた。はい、どこだ。ダメだ、逃げられたな。やっちまった。元の場所に戻ってみるか。案外いるかもしれないぞ。どこだ。いた。一旦もめんのやつがいたぞ。今度は逃がすなよ。グラップルやグライドも活用してみろ。行って、行って。オッケー。頭を打ったみたいだな。捕まえるぞ。よし。使えそうだ。次。あっさりだったな。で、サイドクエストが1個増えたから、あ、3つ増えてんな。こここなしつつ、上階に行こう。よし、やろう。俺が隠れるでいいか。こいつの主人、付き合ってみ。危ねえよな、こんなとこで隠れてたら。こん中とか小銭ん。いないな。シャオーンって言ってるけどな。ん、どこだ。いやー、なんか、かくれんぼといえば神社。神社の中とか。入れない。マジでどこに隠れた。この中とかいない。あれ、この上に行ってるっぽいな。当たらないな。
天狗がいて、神社っぽいけどな。見つけたぞ。いたー、ここか。はい、鍵がなんてやつだ。どこかにないか探してみようぜ。鍵隠すのはズリーだろ。天狗の縄張り事件。いや絶対この辺にあるよね。いやかくれんぼでこれやったらもう反則よ。なんだ、おかしい、社の鍵がない。本殿に置いてたはずなんだけど。カラスか。なるほど。どうやって上がればいい。グラップルか。どこだ、あれか。はい。で、もう一個上がって、ここか。よし。オッケー。あれ？どこに行った？あ、戻ってきた。これか。はい、オッケー。かくれんぼを終わらせるぞ。これ誰も本当に見つからなかったらどうすんだろうね。まあ幽霊だからいいけど。大惨事だぞ。あれ、いねえな。どこ行った。そんなことある。ねえケイケ、これ噂の神隠しとかじゃないよね。しゃあな、飽きて帰っただけかもな。ともかくかくれんぼは終わりだな。いやこれ神隠しだろうな多分。これ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 探してたよ。あ、もうお地蔵さんないじゃん。マジで。お、かくれんぼさん、かくれんぼさん始まったわ。お目に払ったんだ、頼んで。その分効果あったかも。あー、この中にあるのか。
前はこういうところはどう思うんだ。映画の中の世界みたいに感じる。ああ、ケンケンバいっぱいいるな。縁のない場所かな。全部弾かれてる。あ、そうか。ケンケンパ自体は攻撃してこないんだっけ。よし。負ける気がしないよ。見つめろよ。よし。後ろの遠距離が邪魔だ。オッケー、遠距離持ち邪魔だぜ。2体はすごいな。こっちか。 OK、 ちっちゃいな、やしろ。よし、よし、術が。おい、あ、六六首じゃん。妙な女がいるぞ。六六首か。痛い痛い痛い。はい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 、六六首。はい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 。誘われているみたいだぜ。ただし妖怪だけどな。痛い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 。なんだろこれ。上？あっちか。追いかけっこは終わりだね。よーし、久しぶりの六六首。お前も妖怪好きだね。これ今のところ解放して出てきたのって六六首だけか。これ何？あ、センスか。まだ光ってんのか。地蔵があって、もうこれで全部か。あとサイド2個終わらしゃ。血を吸う桜か。キットはちょっと違うかな。ここにファストして、したらもうメインミッション進めれるな。あと解放できるとこないから。まあサイドを飛ばしていってもいいっちゃよかったんだけどね。これ何ができる。あとは探し物の位置、まあ、よくわからんけど、お金は余ってっからな。しっかり祈ったか。もちろん。やばい、あ、入れない。なんだよ、入れねえか。どうだ。あ、ここか。
潮吸う桜ね。はい。また赤い桜だな。汚れを感じる。オッケー。どこだ。痛い。はい。やるぞ。はい。はい。そう。まとめていけ。多いな。そう。おいよ。よし。はいはい。回復。多いね。多すぎるね。いいな。何の音がしてんだ。コロコロ。あの敵がいつもコロコロ言うな。はい。危ね。もう一個。はい。逃げろ。オッケー。行った。こっち避けて。はい。オッケー。膝悪い人が、あれさえ倒せばもう、よし、よし、まだこんなにいんの？ちょっと待て。敵が固まってるところ、なんとか OK。 OK。 よいしょ。なかなかだなこれ。水、オッケー。よし、終わりか。いやー、強敵だった。よし、やったな。重すぎるんだよね。桜の汚れを払うぞ。はい。ん？オッケー。赤くなるのは女の頬だけでいい。ちょっと洒落たこと言うようになってきた。KK が。オッケー。あそこで終わりか。商店街。俺はなんだかんだで利用するな。
欲しいものはすぐに手に入る方が好きだ。何があったの？この工事現場で死人が続出したんだ。もともと良くない噂が。やめとけばよかったよ。なるほどね。この現場はヤバいって聞いてたんだ。ここに住んでた当主の怨霊、こいつが原因なんだ。上だよね。あとは外に送るだけだ。えらい呪いがあるな。これ上まで行ける？あれ？下になんかやたら。刀、天の村雲じゃないこれ。なんだ？日本刀、ただの日本刀でした。あれで乗ってくんだろうな、多分。どうやって、でも外か。あ、敵いるわ、いっぱい。おう。ガードが高いんだよな、相変わらず。座は弱いくせに。オッケー。あれだな。あれだけは傷つけるな。傷つければ闘志の怨霊が現れて。あれだけは。これか。出ましたな。助けろ。こっちの木のやつなんとか。あっち、これ先にやっとかんと厄介やからな。はい、 OK。 いった。どこだ？螺旋岩。真空機だな。これを壊そうとして。いい、それじゃ呼んで。なんかこの真空機を。正気かよ。
った。ありがたいね。壊す手間が。また我が館で牢石を働くか。あ、中ボス戦だ。すげえ久しぶり。何？あ、違う。タイムスリップ？昔は武家屋敷だったってことだ。鎮魂碑ができるほどだ。さぞ凄惨な出来事があったんだろう。親方様はお優しい方でした。しかし、進化の者に裏切られて命を落としたのです。はあ。お嬢様の婚礼のご祝宴の折に、さぞや無念だったこと。そりゃ無念だな。あ、中にいるじゃん。あれは誠にむごい仕打ちでございました。親方様はお嬢様ともども屋敷の庭に引き出されて首を落とされたのでございます。はあ、えげつないな。何があったんだろうね、そもそも。ああ、これボス戦っぽい。間違いないだろう。あ、これ雪女じゃないの、これ。当たらねえ。これ一回戦ってるぞ、街中で。当たらね。やばい、あれが来る。あ、食らうときついな、これ。やばい。うーん、オッケー、当たれ。オッケー。やばい。オッケー。イエー。これで終わり？あ、戻ってきた。あいにく俺は仇じゃねえよ。お前を苦しみから解放してやりに来たんだ。あの人、裏切られた恨みで悪霊になったのかな。よっぽど信頼してるやつに裏切られたんだろう。背中の傷ってのはずっと痛むもんだからな。あったら、あの音量を払ってくれたのか。ありがとう。よっ。お親方様もこれで楽になられた。親方様がもう苦しむことはないでしょう。よかったな。これで OK か。ん？何、こう通れる、通れるところと通れないところよくわかんないな。俺が死ぬ前にあんたらが来てればよかった。はい、みんな成仏。これでもう死者が増えることはないよな。よかった。あれはお地蔵さんじゃない。あ、これ来てな。来てるな。はい。これで。
もう全部終わった。まあアイテム取ってないとかあるけど。よっしゃ、メインミッションいけるな、これで。行こう。どれだっけ？これか。いよいよ。サイドミッションでだいぶ長引いたから。どっかに公衆電話があれば、ちょっと一回幽霊送りたいな。そうは言ってもだよ。あったあったあった。オッケー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 。イエーイ。また強くなったの。スキルがコア引き抜きで回復量が上がる。握りつぶす速度が2倍。即上すること可能。吸収するときの速度が 1.5。これは別にな。これ意外と便利かな。エーテルショットの連射が速い。幅が増える。溜め時間が短縮。これなぁ、最近使ってないんだよな。いやぁ、普通の方。普通の方だね。で、溜め時間短縮のこれあげてえな。はい、オッケー。ああ、様になってきたじゃねえか。あそこだ。はい。さあ、やっとメインミッションが進みます。あ、矢があるってことは、今日は遅れる。霧が濃いから外を歩きたくない。晴れるまで待つ。これ矢が落ちてるってことは、矢でなんかするパターンあるな。おっと、出てきやがったか。こんな時に電源を復旧できる。電源ならあのライトが止まっているのに。やばい。OK、停止してみろ。何か分かるかもしれない。早くなってるな、やっぱり多少なり。たらせるぞ。あ、いた、赤い彗星。あー、くそ。待て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 。これ水が意外と効くんだよ。はい、オッケー。あー、焦った焦った。
はい。はい。よし。あとあっちか。あれ当たるか。ギリギリ当たった。見えねえんだよな。風で。オッケー。多いな敵が。さすがにこんだけ進むとこれまでとセンス。うまいぞ。オッケー。当てろ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 。オッケー。あれ撃ってどっちだ。あれ撃ってシャッターがある。妙なものがあるな。赤い靴。まさか赤い靴。赤い靴のタイプってなんか足がどうのっていう話だっけ。どういう話だったかな。はい。どこだ。あ、この上か。いやーなんか怒りそう。あれ？なんでここ電気ついた急に。バイク乗れる？撮ってみろ。リンクが使ってた。おー、バイクだ。特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか。黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次。なるほど。今度アイテム集めか。何それ。こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの。知らん。手詰まりやんけ。知らないってどうにもならないじゃないか。あ、電話来たぜ。いいってなんだ。エドか。電話だぜ。またどっかの世話焼きかもな。頼りになるぜ、リンコさんは。ずっと電話に張り付いていられない。エドじゃねえか。定期的に回線をつなぎ、ボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。
こちらの指示だけ聞いてくれ。この声、エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交友がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど、KK、どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。うっせ。冥界の交友はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。お墓？心当たりはある？いや、見晴らしのいい場所に行って目星をつけよう。オッケー。この辺りだと御岳不動産ビルがいいかもな。そうか。じゃあ今日はここまでですね。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。